こんにちは、ナビゲーターのフルボッコです。この時間は週刊で発行している新聞赤旗日曜版の魅力をお届けします。日曜版記者の岩佐さん、よろしくお願いします。日曜版編集部で芸能記者をやっております岩佐です。今日はよろしくお願いします。日曜版の歴史は、長くて先月3月1日に創刊55周年を迎えました。そこで日曜版記者歴20年の、副編集長田中道夫さんに来ていただこうと思います。田中です、よろしくお願いします。田中さん、日曜版の創刊は1959年だそうですね。そうですね、日曜版は、1959年3月に創刊されました。で、私実は、59年同じ年の、5月に生まれてますから同い年なんですよね。で、それまでは日刊誌を毎日出してたわけなんですが、より多くの人々に読んでいただこうと思いまして、日曜版を創刊したということであります。より幅広い人にということで、創刊号の第1面は当時のスターブリジット・バルドーが登場したんですよね。はい、この時はですね、画面見てくださいね。ブリジット・バルドーさんの、この胸をですね、トリミングするかどうかということで大激論になったというふうに言われております。紙面に登場する方々も幅広いのが日曜版の魅力です。創刊55周年の紙面を、紹介します。各界の方々からたくさんのメッセージを寄せていただきました。少しご紹介しますと、女優の草笛光子さんは、私は赤旗さんのインタビューはお断りしたことないんです、公平な見方をしてらっしゃるから。記者の方もよく聞いてくださるし、真面目だし正確に文章にしてくださるとおっしゃってくださってます。他にも高畑敦子さんや高畑勲さん、アニメーション監督ですね、など赤旗への信頼を語ってくださっています。本当にありがたいですね。この中に岩瀬さんが取材された方もいらっしゃいますね。はい、キキキリンさんです、女優の。キキさんは、デビュー当時劇団文学座にいらっしゃったんですけれど、その時に赤旗の取材を受けていて、このようにおっしゃっていただきました。非常に誠実なきちっとした取材をしてくれたと。別の記者が取材した桂歌丸さんは、創刊100周年にはまた紙面にお邪魔させていただきたいとおっしゃっています。100周年ですか。100周年というとちょうど私も100歳になるんですが、まあそれまで現役で頑張っていけたらいいなとは思いますがね。そうですね、歌丸さんはじめ皆さんのますますのご健勝をお祈りします。ところで日曜版にはこの人に聞きたいというコーナーもありまして、ここでは著名な方々に、連載でいろんなお話を伺っています。例えば藤原紀香さんが登場していただいた時はたくさんの評判を、はい、呼びました。藤原さんはアフガニスタンやカンボジアで人道支援をしていらっしゃるんですけれど、そのことへの熱い思いですとか、女優への原点について語っていただきました。このように日曜版の芸能欄というのは、プライバシーを侵害するようなゴシップは一切書きませんし、はい、お仕事への意欲ですとか人生への姿勢、生き方というものを紹介して、そのことで、読んでくださる方々を少しでも励ますことができればと、そういうものを目指して記事を書いております。ですので多くの芸能人に信頼を寄せられております。例えば、そうですね、七尾さん、安藤サクラさんは、これはドラマ出演した時ですね。これは宮崎駿さんですね。エプロンがいいですよね、エプロン姿がね。そうですね、うん、倉科さんは映画主演の時です。東出さんはごちそうさんの時に出ていただきました。映画主演の時に名森さんに、そして泉谷さんが、いや、私なんか昔ファンだったですよ。そうですか、うん、で
金ちゃんですね、この時はなんか取材で20回ジャンプをしてくれた、ジャンプをしたそうですね、してくれたそうですね、最後は殺す気かなんて冗談をおっしゃってたそうです、では、読んでる方々は何人ぐらいいるんでしょうか。日曜版は日本で発行されている、いわゆる、週刊誌ではトップの約100万部が出ております、週刊文春で今70万部ぐらいというふうに言われてますね。それからこの数はですね、少年サンデーの大体2倍、進撃の巨人が連載されている別冊少年マガジンだと、5倍以上ぐらいになるかなと、そこに相当すると思います。ありがたいことですね。そういえばある女性タレントの取材に行った時に実家で日曜版を撮っていましたっておっしゃっていただいたこともありましたよね。私も取材に行くとですね、子供の頃日曜版を読んでいたという人が結構いらっしゃいますね。政治の世界からも圧倒驚く方々が登場しているんですけれど、はい、これは、自民党の幹事長だった古賀誠さんですね。この時は、憲法改正要件を緩めるという96条の改憲に大反対だということで出ていきました。この時はメディアがこぞって取り上げました。最近では日本が海外で戦争をできるようにするための集団的自衛権のですね、行使容認、そのための、憲法解釈の変更の問題でですね、いろんな方が出ております。細川内閣で大臣を務められた藤井裕久さん、あるいは竹村正義さん、お二人ともですね、軽々しく解釈会見をやるなと、戦争の怖さが分かっていないということで非常に怒っておられました。特に藤井さんの場合はですね、第二次世界大戦で、B29 の、墜落現場に行かれてですね、そこで赤いマニキュアをつけていた女性兵士の腕が落ちていたのをですね、目の当たりにしておられるという、そういう戦争体験が出発点になっていると思います。日刊スポーツのコラムでも取り上げられたそうで。そうですね、はい、日刊スポーツは先ほど出ましたけども、赤旗から、元自民大臣の声、赤旗日曜版の勢いが止まらないなどと取り上げられました。田中さん、ありがとうございました。ありがとうございました。次は社会面ネタを紹介したいと思います。日曜版ではブラック企業が今深刻な社会問題になっております。日曜版ではユニクロやワタミといった企業名を挙げて追及してきました。取材に当たってきた山田健介記者に、話を聞いてみたいと思います。こんにちは、山田健介です。職場ではチキン野郎と呼ばれています。よろしくお願いしますチキン野郎ということは臆病者とかクズ野郎とか、そういった意味でしょうか。そうなんですよ。実は常に何かに怯えておりまして、それで本当はブラック企業の担当なんていうのは柄じゃないんですけども、なんとかやってます。よろしくお願いします。ではまずユニクロですが、紙面はこちらです。はい、真っ黒な紙面なんですね。そうですね、ブラック企業なので、そのままなんですけど黒くしてみました。これよく見てみると閉店後の、ユニクロのお店の写真なんですね。これ看板で店員さんがいますけど、模範社員も壊れたというのは、取材した元女性の社員というのはもともと模範的なスタッフとして、メディアにも紹介されるような人だったんですけど、体調を崩したことをきっかけにしましてですね、上司がパワハラを始めまして、で心ない言葉かけられて、そのトイレに駆け込んで泣いていたら、店長は他の社員に、あいつがトイレに行ってる間にあいつの給料からその時間分のお金を引けというふうに、指示をしたという話がありました。ちょっと信じがたいですが、ひどい話ですね。そうですね、怖いですよね。あとですね、休憩時間中なのに休憩室で寝ると怒られるというので、非常階段の踊り場とかで、寝ているという話もありました。この女性は退職した今もうつ病で大量の錠剤を飲んで苦しんでいる状態があります。
企業の利益のために若い人が潰されてしまうのは社会的に見ても大きな損失だと思います、うん、本当その通りだと思います。次はワタミの介護です。ワタミというと居酒屋というイメージが強いのですが、介護もやっているんですね。あ、そうなんですね、ワタミは居酒屋の女性社員が、過労自殺した件で、有名なんですけども、介護の施設でも入所者が、お風呂でスタッフが目を離している間に溺れ死んだりする事故がありました。それで私たちとしては勤務実態どうなっているのかということでそれを調べていました。これからますます介護は大きな問題になっていくので、本当働き方というのは気になりますよね。そうですね、ブラックな働かせ方というのは利用者からしても全然一言とは思えませんので、きちんと調べてみました。求人広告では高級は9日になっているんですけども、実際調べてみると高級は 4,5 日だけしかなくて、ギリギリしか人を雇わないために、人手不足 で疲れ切った職員が入所者の口にこうスプーンを突っ込んだまま寝てしまっているというような事態もありました。日曜版がそれを報道したら正社員の休みが増えたということですが、はい、そうなんですね、施設の勤務表を、手に入れまして、でそれをワタミの会社に突きつけたところ、翌日から正社員の高級が 一律全部9日に変わりました。なるほど、ところで月記者さん、はい、ユニクロやワタミなどといった、はい、大手企業の名前を出して追求するのは怖くはありませんか？はい、それはね、冒頭申し上げましたけどチキン野郎なんで怖いんですが、こんなチキン野郎のね、私が名前を大企業の名前を出して、できるのは、まあ、赤旗記者だからなんですよね。それはどういうことでしょうか？はい、まあ、あれだけ話題になっててもですね、ユニクロとかワタミの記事というのはあんまり新聞に載りませんよね。広告をもらっているのでその広告料があるから及び腰になっているんですよ。その点赤旗っていうのは、大企業からの広告収入に頼ってませんので、何かおかしい問題があったらこうガンガン追求することができるんです。なるほど。じゃあ、はい、チキン野郎の追求はまだ続くと。そうですね、怖いですけどもちょっと頑張ってやっていこうと思います。はい、私たちの記事は働く方々からの情報があって成り立っているものが大きいので、ぜひ情報を寄せていただければと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そろそろお時間が参りました。まだ日曜版をご覧になっていただいてない方、今日は日本史 の申し込みも、やっております。よろしくお願いします。はい、こちらが今週の紙面です。裏面は、昨日から公開している相棒の成宮博樹さんで、一面が こんな感じになっています。よろしくお願いします。はい、じゃあ日曜版の皆さんありがとうございました。次の赤旗トゥデイはですね、12時45分からフルバッコと負けまたがお送りいたします。ではまた12時45分にお会いしましょう。ごきげんよう。